はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜鬼神でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターライズやっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、今回もね、頑張っていきましょう。おーし。今回はちょっとね、集会所とか、あと、カセネギとかね、夏仕様にしていきました。結構結構良くねえかこれ。あのね、猫いいわ、これ。猫結構ね、頑張った。浴衣の重ね着がさ、来たからさ、それに合う頭装備ねえかな、みたいな感じで探してたんだけど、あったわ、これ。あのね、オルタロスのオルタネコなんとかっていうやつなんだけど、結構なんか麦わら帽子っぽくて、これ結構良くね。はい。というような感じです。今回は、こっちですね、普通のクエストの方で、なんかバゼルギウス行ってなかったなっていうことで、まあ初見バゼルギウスの方ね、やっていこうかなと思います。降り注ぐ爆輪の矢ということで、まあ汚ね花火をね、見に行きましょう。自分でもまだこの目で見たものが信じられねえ。狩りをしていたら急に空から爆弾みたいなものが降ってきて、あたり一面が一気に焦土と化したよ。あんな奴を放っていけば制定系が壊れるぞ。腕に自慢があるやつ、狩猟を頼むと。親方は空から爆弾が、みたいな感じで。爆弾降らせていきましょう。では装備はこんな感じですかね。まあ、古くしゃですね。古くしゃという響き。ロマンがある。というような感じで。まあ、こんな感じでね。手を行った時と同じ構成になっておりますんで、見たい方はですね、手をの方でね、見てください。ということで、お団子食ってみましょうか。これ映えるな。これ生えねえ。この重ね着生えねえ。やっとね、まともな和風テイストのモンハンなのにもかかわらず、やっとまともな和風装備が出てきたと。まあこれ重ね着なんだけど。はい。で、まあ、慶応術と、炎耐性かなんかつけていくか。で、あと弱いの行為で、よし。まあ慶応術つかなかったけど、まあいいですね。で、どんぐらいになってんだろうな。体勢が28。これは素晴らしいですね。よっしゃ、行ってみようか。お、ムービーですね。そうだ、ムービーあるんだ。おー、ティガ。暴れてるな。おー、来た。非道の乱入。公式で言っちゃってんじゃん。あ、でもなんか顔が変わった、これ。すげえ囲まれてる。お、うわー。すげえ。おー、奇襲、読めない。奇襲読めない。はい。ということで、はい。バゼルギウスの方ですね。頑張っていきたいと思います。そうだな、バゼルギウスは、あれだよね。ワールドの時かな。なんか乱入されまくってて、もうクソモンス言われてましたけど、あいつが来ると場がかなり乱れると。うわー取り逃した。ということで、まあ、頑張っていこうかなと。はい。で、まあ、クソモンス言われててね、うんこ垂れていく感じでね、いっぱいね、爆発する鱗粉をね、いっぱい撒いていくという。撒いていって自分は立ち去っていったり、あとまあ、普通に乱入してきて突進していったりと、まあ、すごいクソ迷惑なモンスターでやりましたけど、まあ、今作あんまりクエスト行ってないっていうのはあるけど、まあ、あんまり乱入されてないですね、イメージ的にはね。乱入の頻度減ったかもしれないね。バゼルの乱入の頻度は減ったね。バゼルの乱入で一番怖いのが、まあ、予告なしに飛んできて、鱗粉ぶち抜かれるとこなんだよ。はい。ということで、わっ！じゃあ方向タイミング合わせられなかった。ちょっと水面打ちやってみようかな。あ、この爆発に向けて水面打ちを。あ、ちょっと、やばそうだな、これ。ちょっと水面打ち狙うにはちょっとむずそうですけど。あと、爆発の、あれかな、見た感じ、爆発の、あれと、範囲が狭まってる。
ていうのと、あとまああれですね、エフェクトっていうのが演出がちょっとだけアニメチックになってね、さすが任天堂、はい、という感じでスタント見ました。バゼルギウスは確か頭がクソ柔らかかったので、まあ結構いいダメージが出るのと、いうような感じ。あ、入んねえのか。入んねえか。じゃあ、ために合わせて。さて、何をしていく？お、爆発。これ、この後好きかな？普通にブレスとか、あ、そういう、その程度の好きなのね。なるほど。で、こいつはね、確かね、股の間すり抜けられるんよ。よいしょ。なので、まあ、突進してきてもね、あんまり焦んないでね。まあ、結構見た目横幅広いかなと思うんですけど、意外とね、脇の下すり抜けられるんで、っていう感じですかね。おー、来た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 。お、ディアブロス、ディアブロス。いいね。これなんか縄張り争いかなんかしねえかな。縄張り争いはしないけど、争うことはするのね。なるほど。じゃあちょっとディアブロスでボコりましょうか。バーゼルはね、マジ久しぶりだな。もう苦手意識あってさ、このなんていうのかな、乱入された時の絶望感のせいでちょっと苦手意識があって、あんまりね、アイスボーンの時とか、あとまあワールドの時もあんまり狩りに行ってないんですけど、はい。まあでもね、素材が美味しいのよね。こいつの素材が結構美味しくて、あれですよね、交換のやつとか結構ね、素材が美味しくはあります。ちょ、邪魔だぜ。起き上がっちゃうか、大丈夫か。よいしょ、500ダメージ、素晴らしいですね。ちょっと研いで、やっぱ頭がすげえふにゃふにゃなんだね。で、どこで当てていこうかな。なんか最後、リュウさんに引っ掛けるのもいいかもしんないな。それ狙っていこうかな。よいしょ。で、よいしょ。からの、よいしょ。これでリュウさん発動しての、これ引っ掛かるかな？止まっちゃうからな、リュウさん。いいダメージだね。リュウさんに誘導して、カモン。あー、ちょっと来ないか？来ないか？来てくれ。おい、ひるむんじゃない。来るんだ。おい、ひるみは食っておる。おっと。俺来ないか？来ないか？止まっちゃうか？止まりそう。よし、来たー。いいですね。いや、これインパクトクレーター打ちましょうか。よいしょ。よし、3取った。流砂スタンは美味しいよ。ちょっと頭埋まってて殴れるかどうか。あ、殴れた。よかった。これ餅つきいましょうか。おい、マジで。よし、オッケー。で、こいつのうるさい方向がね、もう結構トラウマ級ですけど、もう普通に気持ちよく飼ってると、まあ飛んできてね、爆撃されますから。結構な、ワールドから入った人とか結構トラウマなんじゃないかなと思いますね。俺結構トラウマになってるよ、こいつの。こいつの方向を聞いただけでね、ちょっとね、ゾクッとなるのね。場が乱されるって言うので、ちょっと身構えちゃうよね。でもまあ、柔らかいので、ダメージというか、なんか殴りの、ダメージ出すやつとかの検証とかでね、結構使われてるモンスターですね。まあ、周回とかでね、まあ、交換素材が美味しいので、まあ結構、周回とかでも、まあ使われてるモンスターですけど、俺はあんまり好きじゃないから行かなかった。はい。よしよしよし、これは、おうおお、地形に助けられる。うわい。よーし、いいぞ。その方向だ、その方向だ。怖いぞ。普通に怖いからな。で、このズリズリは確か脇の下がすり抜けられるんよ。よし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 。スタンを取っていく。スタンじゃないか、これ。頭ひるみか。ピヨってないな。
スタンじゃないな。じゃあスタンが狙えるということで OK? スタン狙えるという、あ、ダメージが出る。うわー、やばいやばいやばい、もう爆撃が結構上まで判定来てる。さて、あ、そこ爆発すんだ。あ、この BGM のな、テレレレってやつトラウマ級もうあれ乱入してきて BGM 塗り替えてくるから、こいつやばいから。お、なんだ、あー、ティガ、ティガか。さて、うわ、すげえ爆発だな、かわいそうだな、ティガ。あの爆破系のモンスターってさ、もう自然界というか、このモンスターハンター界の自然界の中でも結構ね、強い部類に入る感じなので、まあ、この爆破持ちっていうのね、結構強いですよね。はい、こんな感じでそろそろ大技を食らわせていこうか。ヘイ、 V 破壊、どこ破壊した、どこが破壊したか分かんないけど、これは、これはインパクトクレーター行くんじゃないか。で、ティガもエリエイド、オッケー。これ500ダメージはすごいな。よし、3。これは、これ回転入れて、回転入れて、これ入るか。これ逃げ決め入れてくれればオッケー。弱りが見えるにゃ、早いですね。まあ、水属性できたっていうのもあって、こいつ水も結構効くんですよね。なので、お、爆発か、爆発か、あ、もしかして、それは、これダイブして爆発してくるやつでしょ。見たい。大技最後に見て終わろうぜ。ドーン、いいね。いや、当たっちゃったけど。当たっちゃったけど、やっぱいいね。お、流砂じゃん。もう、ワイン流砂いっとくダメか。おー、まずい。お、危ない。危ない。もうワイン流砂いっとく、もうワン流砂行こうぜ。あ、エリエイドしちゃうかな。エリエイドをしてしまうか。飛ぶなー、くそー。あ、あー、これ睡眠中入んねえか。ちょっと出が早いな。こうか。あー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。疲労でよかった。睡眠打ちをちょっと1回ぐらい狙っていきたいんですけど。なんかタイミングがつかめん。タイミングがおかしい。違うな。突進かなんか来てほしいな。お、そうそうそう。今のっぽいやつ。そう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 、そういう。そういうやつ、そういうやつ。オッケー、よいしょ、オッケー、いいね。あ、これ水面打ちも結構いいダメージが。ちゃんと入れば当たるから、なるほどね。で、これも水面打ちいける。あ、ここは振り向きためさんが狙っていく、 OK。 ここも振り向きためさんとか軸合わせで、こっ、あ、ちょっと違う、うーん、遅い遅い、来るのが遅いぞお前。ナイス、ナイス、怒り、怒りじゃないのか。これは、これはドシン。あ、これ当たるんだ。今の爆発は当たるかどうか分かんなかったけど当たったね。範囲が結構、うっ、あ、やばい、オッケー。でもたきりはぜてないから、そこまでな、そこまで脅威ではないが、たけりはぜてる時の爆発はね、あのマダンテがいっぱいねマダンテいっぱい撒き散らすからね、あいつは。プチマダンテをいっぱい撒き散らしやがって、このクソ野郎がうわっ、マジか死んだ死んだ。おー、もう許さんぞ、もう許さんぞ、俺は。よいしょ、オッケー。おいし、水面打ち、当たんねえな、やっぱり。頭がね、頭こう振り回しながらやるモンスターですね。結構水面打ちと相性が悪いですね。
もう一踏ん張り。寝た？あ、寝た寝た寝た。オッケー。てか、そこはさ、あれがあるじゃん。大砲やどかりがいっぱいいるから、いいんじゃないか。だから、このインパクトクレーター決めたいな。よいしょ、いけ。オッケー、いいダメージだ。これは回転入れて、1-2-3で、ホームラン。からの、オッケー、ナイス。よーし。あ、ここで寝るんだ。へえ、結構いいとこで寝ますね。はい、ということで、ちょっと装備見ていくか。装備がなぁ、あれだなぁ。どれだ？バゼル、ドン。あー、やっぱ、このFGO のね、ジャンヌダルクみたいなコスプレができるっていうね。ワールドの時あれ、コスプレ作ったわ。これな、頭でコスプレ作ってたわ。まあ、そんなようなね、こともあって。まあ、バゼルギウスです。あ、砲撃か。足砲撃か。で、スキルは、ドン。あ、砲術、ガード性能、ガード強化。へえ、ガンランス用か。根性と聴覚保護がついてるイメージだったんだけど。それがついてなくて、もうマジで、あれだね。ガンランス用の装備ですね。で、挑戦者までついてるから結構盛りやすくて。へえ、いいな。普通にいいぞ。使いやすいぞ。ガンランスの方、これ一式で全然いいな。スロットもいい感じにいっぱい空いてるし。素晴らしい。で、あとハンマーが、ハンマーあったかな？爆破か、火属性のハンマーか、どっちかであったらいいなっていうぐらいだけど、多分ないかな。バゼルのガンランス強いイメージなんだけど、あるかな？あったね。バゼルアラム。拡散型レベル4。今作はどのぐらい強いのか知らないですけど、攻撃のね、威力が結構いい感じなんじゃないかなっていう感じですかね。はい。ガンランスにわかのガンランス解説でした。はい。ということで、今回はバゼルギウス初見ということでね、行っていきました。まあ、結構叩けたかな。頭柔らかいのでね、まあ、叩いててダメージ出るから、まあ、結構気持ちいいモンスターではありましたね。あと、まあ、モーションもね、爆弾も、なんか、エフェクトとかがアニメ調になっててですね、俺的には見やすかった。まあ、アイスボーンの時とかなんか、もう気づかないうちに地面にね、配置されてましたんで、これ爆弾見やすくなったの結構いいかなという感じでね、いいんじゃないでしょうか。はい、というような感じで、まあ、今回ね、終わろうかなと思います。この動画良かったら、ぜひチャンネル登録、高評価、励みになりますんで、よろしくお願いします。で、まあ、コメント、リクエストの方もね、常時募集しております。何か言ってほしいモンスター、クエストなどありましたら、ぜひコメント欄の方にね、書き込んでいってください。ということで、ご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。